こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。原神始めていきましょう。いつものようにツイッチで配信を行っております。ツイッチアカウントフォロー、ライブ視聴、一言では構いません。チャットコメントお願いいたします。ツイッチライブウォッチ&アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。この、ツイッチの配信のアーカイブは2日後に。YouTube にアップいたします。2日後、12日の21時の予定です。チャット欄に YouTube のアドレス記載してます。ぜひアクセスの上、よろしければアカウント、チャンネル登録、高評価お願いいたします。 YouTube This Live アーカイブ2、2 days after upload YouTube my account subscribe and good button please。 また Twitter もやっております。 Twitter もチャット欄にアドレス記載します。アクセスの上ぜひフォローいただければと思います。 Twitter my account visit andでかい、アカウントフォロープリーズ。さあ、3.8が、上がりまして、いろいろイベントがありますが、あるようですが、ひとまずは。ちょっとタイトル通りのことをやっていきたいと思います。まずは 3.8 をちょっとゆっくり見ていきましょう。放浪者？放浪者っていう名前の星5キャラがなのか。お、ガイアだ。え、無料で獲得可能。あ、ガイアも新コスチュームなんだ。クレー。あと、ガイアのデートイベントがあるや。これは行きたいな。これって、あ、まだこれからなんだ。まだ始まってない。これですね、デートイベントは7月25日より開放です。次回はこれをやるか。35は対応してる。あ、でも3章第6章ってクリアしてないんじゃないかな。ガイアの伝説任務とか、で、世界任務とか。いろんな調整ですね。ツールも、あれ、原神ツールもあります。ログボです。イベントです。メインはこれみたい。ストーリーがあるんだ。これやらなきゃいけないよな。竜と自由の歌をクリア。
この辺は祈願なんで、これなんだろう。これはいけますね。武器とかか。原石300個受け取っときましょう。これだけですね。36日か。悪い。タイトルと違うけど、これをやります。涼しい夏。ちょっとタイトルを変えまして、なんかミニゲームをやらされてる感じやな。スプラッシュ、はい。どうなんだろう。遠方からの招待状。まずはどこに行けっていうんだ？今いる場所やん。一体どんなことが。セフィロス騎士団に行く。さあ、最初の場所やん。こっちか。あ、ここやん。入れっていうことか。イベントですね。神団長、
ってたより人がいるな。あ、クレイにガイアまで。パイモンちゃんと英雄騎士のお兄ちゃんだったんだ。久しぶりだね。ほう、お前らだったのか。参ったな。なんというか、お前らはいつも予想外のサプライズを持ってきてくれるからな。ひひ、仲良しの友達に会えるって思うと楽しみでノックしそびれちゃったぜ。びっくりさせたか。あ、お前たちまさか聞かれたらまずい秘密の話とかをしてたわけじゃないよな。ずるいぞ。いきなり鹿狩りの配達員になりきるなんて。本当に久しぶりだ。パイモンと旅人は相変わらず仲がいいな。心配するな。機密の話をしていたわけじゃない。むしろちょうど君たちの話をしていたところだ。そうだな、この件の主役に話してもらおうか。うん、クレイが話すね。何日か前ね、クレイは反省室でドドコの物語を読んでたんだけど、そしたら窓の外から手紙が一通飛んできたの。手紙？手紙がどうやって飛ぶんだよ。小鳥みたいに羽をパタパタさせて飛んできたんだよ。おしゃべりもできたんだから。それでね、よくわからないお話をしてたの。よくわからない話？反省室がどうのこうのって話みたいにか？こら、ガイア。おっと、教育的指導は大事だぜ。うん、わかった。ちゃんと話すね。手紙はこう始まったの。クレイ、なんでまた反省室にいるの？って、ごめんなさい。それから、ママは最近忙しくて、なかなか遊びに連れて行ってあげられないけど、ママのお友達がね、クレイをぜひお家に招待したいんだって。って、書いてあったの。ああ、アリスからだったのか。それが、一応危険はないはずなんだが、少し遠い場所にあって。うん、ママのお友達のお家はスメールにあるの。もちろん騎士団はクレイを一人でスメールまで行かせられやしない。でもその友人を訪ねたいっていうクレイの意思もなかなか固くてな。絶対行くよ。そこで一緒に遠出してくれる人がいないか考えてたってわけだ。もし頼りになる英雄が、それもモンドを救ったことがあるような英雄がついて行ってくれれば。なるほどな。それでオイラたちを呼んだってわけか。すまない。でもクレイは君と仲がいいし、うん、一番適切な人選なんじゃないかと私たちは考えている。うんうん、いいぞ。この依頼受けてやろうぜ。英雄騎士のお兄ちゃん、いい？やったー。嬉しそう。英雄騎士のお兄ちゃんがいてくれるんだったらどこへ行ったって怖くないよ。ほらな、応じてくれるって言っただろう。それじゃああとはみんな頼りになる旅人に任せて。ガイア、君も一緒に行ってきてくれ。この間から貯めていた書類は、うん、もうこっそり終わらせたんだろう。君もこの機会にゆっくり羽を伸ばしてくるといい。やれやれ、バレてたか。なら断る理由もなくなっちまったな。ガイアがいてくれるならトラブルにあっても安心だよな。でもスメールってまたまた遠いな。いっぱい歩かないと。大丈夫。ママの手紙には不思議な招待状もついてたの。大声で行きたい場所を
みんなで一緒に叫んだら瞬く間にビューンって飛んでいけるって手紙には書いてあったよ。おお、そんなに便利な道具があるのか。でもチャンスは3回しかないからむやみに使っちゃダメなんだよ。なんだよ、行き帰りの2回を抜いたってまだ1回余ってるだろう。そんな不思議なものをなおさら大切に使うべきだろう。何しろ今は目的地もわからないんだ、うん、向こうに着いたら別の危険があるってことも考えられる、ね、一つ俺に考えがある。私にいい考えがある。お前の人脈ならスメールの地理にも詳しい現地の友人がいるだろう。誰？その人のそばに飛ぶんだ。そしたら不思議な招待状の機能も試せるし、その人に案内してもらうことだってできる。確かに一理あるな。どうせ一回余ってるわけだしちょうどいいぜ。それで賢いパイモンは誰か思いつくか。賢いパイモン、いそうだな。レンジャー、スメールに詳しくてガイドもできるやつってなるとレンジャーが良さそうだな。でレンジャーが普段よくいる場所は、うん、ティナリにも手伝ってもらえるかもだよな。よし、じゃあまずはガンダルバー村へ行こう。うん、クレイはどこへ行くのでも楽しいよ。それにクレイはガイアお兄ちゃんと英雄騎士のお兄ちゃんたちを信じてる、うん。それじゃあ代理団長、行ってくるぜ。風の導くままに、君たちの旅がうまくいくよう祈っている。それからクレイ、わかってるって。クレイ気をつけるかな。よーし、出発だ。目指すはガンダルバー村。ガンダルバー村、行きましょう。頑張るだーむな。うえ、今何村って。頑張る。大丈夫だ村か。お、びっくりした。変なところに転送されちゃうんじゃないかと思って。自力で行けるのに。別にファストトラベルとか。ごめんね、わざとじゃないよ。本当？そりゃ分かってるけど、でも不思議な招待状が本当に機能するなんてな。面白い、本当に一瞬でスメールに到着したのか。ここがママのお友達が住んでるところなんだね。大きなお花がたくさんある。それからぴょんぴょん跳ねるキノコも。うん、スメールにはまだまだ不思議なものがたくさんあるぞ。例えば、そうそう、初めて見たときはオイラもびっくりしたぞ。クレイ、この跳ねるキノコはキノコンって言うんだ。見た目は可愛いが不用意に近づいたらわざと帽子をぶつけてくるぞ。ああ、本当？いたいた。じゃあクレイも帽子をぶつけ返す。クレイは頭の帽子とは別にパーカーにも帽子がついてるから、きっと勝てるよ。少なくとも爆弾よりは帽子の方がだいぶマシか。まあオイラたちは仲良しだから、きっとクレイが爆弾を使わないように止められるよな。うん、爆弾で周りのものを爆発させないよ気をつける。怖いなクレイ。できるだけ。本当か？いい子じゃないか。本当かな？大人になったな。うん、クレイはお利口さんの火花騎士だもん。じゃあお利口さんの火花騎士さん、早速ティナリっていう友達に会いにガンダルバー村へ行こうぜ。ここで行くんだよな。まずはもらっとこう。あ、肉になった。怖っ。
ごめんなさい。合ってる？間違ってる。これ？これっぽい予感がする。あれ、ティナリじゃないの？あ、違うな。どこだ？ナスリンっていう人がいる。彼女？ティナリじゃないな、じゃあ。取材？何でしょう。すごいなんか独自の建物だな。とりあえず行きましょう。まだ低いとこに。あるんだ。見ろ、クレイだ。あれ、エウラーもいるぞ。なんでエウラーがガンダルバー村に。マリン病？あ、いたいた。そういう服装のやつのことなら、確かに他のレンジャーから聞いたことがある。これかわいい。やっぱり私の推測は間違っていなかったみたいね。あれ、旅人パイモン、ガイアさんと、それにクレイまで。クレイの姉ちゃん久しぶり。クレイにエウルア、お前たちなんでここに。特にエウルアに聞きたいんだけど。遠出してきたらバカンス中の遊撃小隊隊長にばったり会うとは奇遇だな。どうしてみんなが来るの？え、怖い。今困った顔しなかったか？茶でも、うん、そうだな、行こうぜ。これかわいい。私に気を使ってそこまでしてくれる必要はない。なんかギスギスしてる。勘違いしないで、気まずくなんか感じてないから。だったらいいんだけど。それならよかったぜ。はるばるスメールまで来たからにはきっと興味深い理由があるんだろう。早く俺たちにも教えてくれよ。ちょっと複雑な話になるけど、簡単に言うと私はいとこを探しているの、うん、少し前彼は突然失踪してしまった。彼の家の調査結果から見るに、彼はローレンス家を再興する方法を探しにスメールまで来たらしいわ、うん、はるばる別の国まで方法を探しに。まさかスメールで勉強でもするつもりなのか。それはないと思うわ。彼はもう基礎教育を受ける年をとうに過ぎているもの。もう一段階上の勉学となると、あくまで私の彼に対する印象だけど、その気はないと思うわ。彼は家族の名誉を何よりも大事に思っている。最高という考え方は間違ってるとは言えないけど、
どこまでそれに執着しているのか、トラブルに発展しないかどうかまではわからない。どちらにせよ放っておけないわ。それが事実なんだったら、お前のそのいとこってローレンス家の大した行動派だよな。モンドからスメールまでの道のりって結構大変なんだぞ。その上私に身の安全まで心配させるなんて、いい度胸をしてるわ。キスキス。エウルアって優しいな。そうだよ、エウルアお姉ちゃんはこの前クレイにムーンパイをごちそうしてくれたな。彼は同じ一族のものだもの。とにかくどうにか見つけて身の安全を確保した上で連れて帰るわ。君たちはどうして急にここに現れたの？そうだったのか。困ったな。ディナリ師匠は最近パルディスディアイで講座をやってるんだ。でも私でよければちょっとは手伝えるかも。この招待状にざっくり書いてある位置だと、砂漠の砂漠？あれ？ママのお友達って砂漠に住んでるの？じゃあ砂漠のおばちゃん？セノ様から聞いたことがあるんだけど、その砂漠のエリアでは妙な伝説が語り継がれてて、全ての願いを叶えてくれる秘境が存在するんだって。ああ、セノさんだったな。さん付けでいいって言われたんだった。慣れていかないと。セノ様とかあるんかな。全ての願いを叶えてくれる秘境。秘境が多いな。本当なのかよ。そんなところが実際に存在するのか。数年前の私だったら信じちゃってただろうけど、今はいろいろ経験したから、正直本当かどうかは怪しいと思ってるよ。そうなんだ。なるほど。伝説が本当だとは限らないけど、彼はもしかするとそこへ運試しに行ったのかもしれないわね。君たちがそのエリアに行くなら私も一緒に行くわ。お、いとこの本棚にはスメールの砂漠に関する伝説がたくさん置いてあったの。その線から考えると彼もその秘境を目指した可能性が高いわ。私も一緒に行っていいかな。役に立てると思うんだ。スメールにいる限りはガイドが必要だろうし、私ならぴったりだと思うよ。レンジャーなら勇気を出して助けの手を差し伸べるべきだと思うんだ。コレイの能力なら安心できる。これでまたさらに強いチームになったな。クレイ隊長はどう思う？クレイもすっごくいいと思う。一人の喜びは小さなものだけど、みんなの喜びを集めれば大きなものになるって物語の本に書いてあったな。こんなにたくさんのお兄ちゃんやお姉ちゃんたちと一緒にいるクレイを見たら、ママのお友達もきっと喜んでくれると思う。その通りだな。それじゃあ早速不思議な招待状をもう一回使おう。わあ、お、広い砂漠。実際にこの目で見るとすごいな。確かに壮観だな。すごいな。この砂漠何者なんだ。どうした？具合でも悪いのか？いえ、ただちょっと慣れるのに時間がかかっただけ。ここの空気はモンドと比べて少し乾燥しているから、ここは人が住めるような環境には見えないわ。本当に秘境があるとしても、この辺りには入り口も見当たらないようだけど。まさかさっき私が読み間違えちゃって、そのせいで。そんなことないよな。違うよ、絶対クレイお姉ちゃんのせいなんかじゃない。
1回目の時はクレーンも読み間違えたけど、それでもちゃんとガンダルバー村に着いたもん。これまでの経験からすると目的地は間違ってないようだな。砂丘の下に入り口が埋もれたりしてないか？仕方ない、探してみるしかないわね。疲れたぞ、喉も渇いたし。おかしいな、不思議な招待状に何か問題でも起こったか？あれ？そんな、まさかクレイが壊したんじゃないよね？でもクレイ何もしてないんだけどな。ドドコが証人になってくれるよ。きっとクレイのせいじゃないと思うよ。だってほら、この髪シワもついてないし。騎士のお兄ちゃん、何かいい方法を思いついた？あ、おいら分かったぞ。ほう、なかなか面白い考え方だな。不思議な招待状もここにあることだし、招待状を出した秘境も必然的にこれと関係があるはずだ。あー、クレー分かった。クレー、とっておきの技があるよ。技？どんな技？私たちも覚えられるかしら。うん、ママが言ってたな。助けが必要な時はこうして大声で叫んでって。不思議な招待状さん、不思議な招待状さん、クレイは助けが必要なの。なんとかして、なんとかして。おい見ろ、本当に何か飛んできたぞ。え、あれは瓶？どうやら効果があったみたいだな。俺もその技を覚えておくとしよう。お前もどうだ？結構よ、私には向いてないわ。瓶っていうとスメールの伝説にはおなじみのアイテムだよな。まさかこれが秘境の入り口なのか？瓶の中にある秘境か。リーユエならありそうだけどな。本当にそうなんだったら入る方法は一つしかないよな。ほら手を出せよ。これでそう秘境に行くのか。本当に秘境の中に入っちゃったぞ。あっちに道があるよ。スメールロード、おやおや、こりゃお兄ちゃんもお姉ちゃんも置いてかれちまうな。スイートフラワーだったか。何もないんだよな。秘境へ着きましたね。音楽がいいんだよな。なんかすごい開かれてる場所がある。ねえ見て、ここに広い綺麗なお庭があるよ。不思議ね、あんなに小さな瓶だったのに。怖いな。みんなここで少し休憩を取りがてら現状を分析して、これからどうするかを決めましょう。
なんか罠がありそう。そういえば、マビンの物語を知ってるやつはいるか？あ、キング・デシェルトとビンにいるジンニーの話か？全部の単語が分かったわけじゃないけど、読んだことあるぞ。ガイアお兄ちゃん、それってどんな物語なの？昔ね、冒険隊がビンの国で冒険するってお話をママから聞いたことがあるの、うん、でもそれはマビンって名前じゃなくて。ああ、ゆっくりクレイに教えてあげてもいいぞ。だがクレイが一人でどんどん先に進んでしまったら半分しか聞けないかもしれないな。分かった。クレイもちゃんとみんなと一緒に歩くよ。どうしたんだろう、他の顔。これクレイ、君もなんとなく違和感を覚えてるんでしょ？うん、ここは眺めがいいけどやけに静かだ。それにクレイのお母さんの友達だって人も出てこないし。砂漠のおばちゃんは奥に住んでるのかな。きっとフィッシュロー姉ちゃんの夕夜浄土みたいにお部屋がすっごく広いのかも。もしかして今クレイたちがいる場所はまだ一番端っこだったりして。仕方ない、とにかく奥へ進んでみよう。この先で会えるかもしれないしな。お前もサボることがあるんだな。とりあえず前行ってみるか。286って結構距離あるな。まあ、開いてんだ。ああ、ちゃんと専用のマップがあるんだな。ここへ向かれってわけか。ルリのなんたらかんたら。結構距離があるんで、かわいそう。ヘンゼルとグレーテルみたいな話だ。お前って本当にせっかちだな。ハッピークーポン、ハッピーセーツ。
なんもないよな。お、なんだろう。これ。180m ある。試合をしよう。任せ、私はモンドの飛行チャンピオンなんだから。この道はもう長いこと誰も通ってなかったみたいね。そうだな。奥に行けば行くほど思ってたよりもずっと広いのがわかるよ。あれ、この先に何か変なものがあるぞ。行ってみようぜ。敵がいる。おとなしくしやがる。料理の時間だよ。音が聞こえる。こいつはどうだ。百発百中。ウオパー、よっけい。おとなしくしやがる。なかなか運がいいじゃないか。料理の時間だよ。あ、もやしは効かないんだ。これだな、これ効かないのか。敵でもいる？おとなしくしやがる。風邪ひくなよ。これ。はどうだ。おとなしくしやがれ。なんだろう。お前って本当にせっかちだな。おお、大きな水の球体だぞ。地球儀みたい。触るとどんな感じなの？ねえねえ、触ってもいい？これだけ大きければ中に入れそうだな。なんだこの顔、主人公の顔。怖いぞ。なんで急に脅かすんだよ。とりあえずは触らない方がいいと思うわ。この場所についてまだ詳しく分かってないんだから。絶対触るなよ。でも何もしないでいたら何も起こりっこないじゃないか。ほう、これは瓶の魔境を維持するコアなのかもしれないな。ひとたび起動すればこの空間は元の瓶の大きさに戻り、閉じ込められた俺たちは。わかったわかった、触らない、触らなきゃいいんだろ。
ガイアお兄ちゃん、その話本当なの？もちろん本当なんかじゃないさ、クレイ。秘境のコアはきっとすごく大事な場所に隠されているに違いない。例えばあそことかな。だからすごい遠いとこ。体がすくんで、今の今まであの大きな丸いやつに気づかなかった。誰？そこにいるのは。丸い水の化け物だ。本当に化け物が出た。でも敵意はなさそうだな。それどころか私たちを見て喜んでるように見えないか。本当に？オイラをパックリ飲み込んだりしないか。お腹が空いてるわけじゃないみたい。そうだよね、しずくちゃん。やれやれ、しずくちゃんの言葉は難しいな。そうなんだ。城を歩いているとたまに道端で猫と出会えるだろう。お前が歩けばそいつも歩き出す。好奇心に任せてずっとその後をついていけばたどり着く先は。その通りだ。後についていってみよう。何か面白いもんが見つかるかもな。スズクちゃんどこ？え？ああ、かけっこか。ラスト。水の球体とちょっと似てる。ここに連れてきたのは私たちに何かしてほしいってことなのか。あれ、しずくちゃんのお友達中に閉じ込められてるの？悲しまないで、しずくちゃん。クレイたちが絶対助けてあげるから。そうだぞ。でもどうするんだ。まさか石の壁を壊せってことか。まさかかも。ううん、石の壁は壊せないんだって。扉を開く鍵はないか。しずくちゃんが消えた。でも代わりに装置が光り始めたわ。ほら、あそこの壁に何かが投影されてる。平面空間に同じ構造の図形がいくつか重なっている。さあ
あの子のお友達はその向こうにいるんだよ。でもどうしたら壁の模様に入れるっていうの？しずくちゃんと同じ方法を使うとか？ねえ、抽象的だな、いや、クレイの言う通りだ。しずくちゃんが鍵として仕掛けを起動してくれたから、後に続く俺たちは装置に触れるだけで中に入れるはずだ。俺たちがこの秘境に入った時と同じさ。そうか、よし、それじゃあみんな心の準備をしろよ。なんかパズル要素が。うわ、お前本当に模様。あれ、この道は箱に塞がれちゃってるな。あ、まさか外にあるこの箱の影のせいじゃないか。一旦出てきてくれよ。なんだろう。石壁の方の箱も一緒に動いたぞ。あ、こういうことか。入ると、で、ここでこれが足場になるから、で、あれ、もう一回あれ、終わり？終わりだな。これ X を押すしかない。これなんだろう。あ、もう一人のしずくちゃんが中から出てきた。さっきまで待ったあったのに、壁から出てきた途端まん丸になったな。しずくちゃんの友達もやっぱりしずくちゃんだな。二人とも嬉しそうなところまで一緒なんだな。なあ、しずくちゃん2号が行っちゃった。ありがとう。英雄騎士のお兄ちゃんのおかげで助かったって。さっきは旅人もあの平面空間に入っていたわよね。気分はどう？はっ、そんな冗談が言えるくらいなら何の問題もないな。ならよかったわ。やっぱりエウルアってなんやかんやで気にかけてくれるよな。それに比べてガイア、お前は提案した張本人のくせに。俺は旅人なら大丈夫だと確信していたからこそ提案したんだぜ。しずくちゃん、ここにはあなたとそのお友達以外に他にも住んでる人がいる？ほら、クレイやお兄ちゃん、お姉ちゃんたちみたいな人。いい知らせがありそうだな。よし、私たちもついて行ってみよう。
なるほど、まだ先があるのか。これなんだろう。ボートポイント。またミニゲームありそうだな。本当にせっかちだな。こいつはどうだ。かわいそう。ほどほどにしておく。おとなしくしやがれ。ある。これやっ、この肉か、肉食なんだろうな。まあ同じような結論になるから。なんだろうあれ。あ、飛んでるわ。何もない。上はなんかあるの。上が、上よりここに何かがある。ハッピークーポン出した。上は何もないな。これは多分上がれないと思うし。おとなしくしやがれ。やピュン、ウサギ伯爵、出撃。こいつはどうだ。やこれ。実に愉快だ。こいつはどうだ。お前って本当にせっかちだな。
ダメか？死んだ！マジ？ということに乗っていこう。あれどこにあるんだ。ボートに乗るわけじゃないのか。どうやって降りるんだっけ。 A を長押しか。クリアです。こうやってミニゲームを少しずつクリアしていきながらっていう感じか。顔光る？あ、おった。音楽がいいな。この建築様式、なんだかこの先には小さな町があるみたいだ。まさかこの秘境の中にはたくさんの住人が住んでるのか？砂漠のおばちゃんも中にいる？どんどん水を確保していく感じ。入れないよな。いいな、ひさしがあるから。あ、またなんか挑戦できる場所だ。うわ、あと何個？クリアです。お前って本当にせっかちだな。興味深い。おとなしく仕上がれ。こいつはどうだ。かけっこしましょう。
お前って本当にせっかちだな。おとなしくしやがれ。こいつはどうだ。敵はこいつだけか。おとなしくしやがれ。なかなか運がいいじゃないか。なんかある。お前って本当にせっかちだな。でもダメだ、水入れない。よいしょ、こっちだな。これおとなしくしやがれ。蒸発すればいいのかな。料理の時間だよ。違うな。こいつはどうだ。からまあ、すげえ。どこまで上がれるんだろう。わかん。まあ時間制限はないんで。こいつでした。はい、クリア。なかなか運がいいじゃないか。お前って本当にせっかちだな。
なんかいくつか取り逃がしてる。時間がない。欲しい、もう一個だったのに。あ、ダメなんだこれ。いや、いける。お前って本当にせっかちだな。クリア。なかなか運がいいじゃないか。なんだろう、こう入れないみたいな。今はおとなしく仕上がる。熱々でしょ。つい見えないだろ。それふっ、これこいつはどうだ。本当。クオパー、よっけ。
一応目を覆えば。なんでこんなところに宝箱が？上にあるってこと？これ上がれないだろう。なんぼなんでも。乾いた紙の間に葉っぱを挟んで押すと、使いやすくて素敵なしおりが出来上がるんだよ。
ピックポンゲット。いけるんじゃないかな。トラバスしながら。戻っていきます。何これ、ここも押せるんだ。いけないよな。木の上に登るか、それとも この辺には何にもないよな。なかなか運がいいじゃないか。書いてある？
れなのか、これあれ、入れ、降りれない？戻ってきた。まだ上はあるけど、なんか仕掛けがないと無理っぽいな。ずいぶんと長居したな。そろそろ体を動かさないとカビが生えちまうぞ。
壁はないから多分イリアさん、おそらく今が最も危険な時です。躊躇する余地はありません。この数日、状況は悪化する一方なのです。あなたも分かっているのでしょう。だとしても、ここの主であるあなたがこの状況に甘んじていていいのですか。私別にここの主ってわけじゃ。あれ、なんか一つは聞き覚えのある声だよな。お待ちください。もしこの後に秘境に入ってきた人がここの今にも崩れそうな様子を目にすれば、きっとここは放棄された場所なのだと誤解してしまいます、うん、別の角度から考えてみましょう。もし秘境を完璧な状態に保てたら、ここに足を踏み入れた人々は素晴らしい景色を目にすることでしょう。砂漠の真ん中にいるはずなのに、美しくて不思議な風景を見ることができたと、きっと感動してくれるはずです。ふん、君子さん、君子な、おっしゃる通りです。でもインディア困ってます。ここまで来たら思い切って苦境を突破しましょう。最も大事なのは心残りと後悔を残さないことですよ。うわ、そりゃす
進んで心残りなんて選ぶ人はいませんから。わかりました。できるだけ逃げないように頑張ります。でもここから巻き返すなら。ひひ、オイラはもうわかったぞ。栄誉騎士のお兄ちゃんが違うところで知り合った。なんでここにいるんだ。いい稲妻じゃなくって、みこさん。これで、ね、自分はわかった。みこと魔女ってどんな関係。あなたどうしてここに。あれ、そっちは新しく入ってきた旅の人たちですか。こんにちは。ここはベルーリアミラージュで、私は神教の管理人のイディアです。イディア。こんなに荒れたところお見せしちゃってすみません。これからは全力で問題を解決していきますので、多分。皆さんこんにちは。私は。大丈夫、私がまとめて紹介してあげます。まずは挨拶した方がいいかと思ったのです。でもまあ、稲妻行ってない人はいないよな。お願いしてしまいましょうか。こっちはあなたたちと同じくここを訪れた旅の人で、立派な軍師なんです。あなたたち、稲妻の恩用料って聞いたことあります。もちろん。あ、そう、これらは知らないんだ。陰陽師。それは厳しい陰陽術を訓練するための学校。学級を個、乙、へ、定の4つのレベルに分けて、試験の得点によって式神の力を配分するんです。え、ちょっと待ってください。この方こそ学校史上丸見え。卒業試合で低学級を率いて高学級に打ち勝った伝説的な人物。人呼んで軍師。そうでしょ、軍師さん。あれ、軍師さん。ん、学校史上まれに見る低学級を率いて。低学級。低学級ってなんだ。娯楽小説を設定でしょう。さっき栄誉騎士のお兄ちゃんが言ってたのと違うね。あ、なんか隠してる。巫女さんだって話は。巫女ちゃん、バラされて修羅場ってやつ。それか、もしかして外でこれもなんか隠してる。知り合いにばったり会っちゃったとか。ちょっと恥ずかしいような、でもすごいような。やっぱり肩書きっていうのは他の人から聞くのが一番かっこいいのかな。うん、周りに溶け込むために私も自分に肩書きをつけた方がいいのか。おー、面白い。うん、軍師というのはあくまで他の方からいただいた賛美に過ぎません。私は三五宮ここみと申します。あれれ、おっと、失礼しました軍師さん。あ、三五宮さんって呼ぶべきだったかな。三五宮さん、構いません。名前の所詮に、そう、私の存在を言い表すための呼び方でしかありませんから、お好きなように呼んでいただければ。くれ、わかったよ。ママが聞かせてくれたお話と一緒だ。お、どうしたんだしずくちゃん。あのね、教えてあげる。物語には瓶の国に入って冒険する人がたくさんいたの。王様って呼ばれる人も、騎士って呼ばれる人も。うん。三五の宮お姉ちゃんは物語の中で言うと、すべての難しい問題を解決してくれる。軍師でいいんじゃないの。頭のいい人ってなんて言うんだっけ。知者かしら。ああ、軍師っていうのはまさにそういう人物だ。じゃあクレイも軍師って呼ぶよ。軍師のお姉ちゃん。実際そうだったもんな。もちろん構いませんよ。
可愛い言い方ですね。むしろ稲妻の時は私のペンネームよりもずっと可愛いかもしれません。中二。それで皆さんのことはどうお呼びすればいいでしょうか。もちろん忘れてなんかいませんよ。他の皆さんも並々ならぬお方の様子ってことは稲妻のクエストクリアしてないと無理なのか。これ肩書きが欲しいな。そうだ、これは魔女がいい。ビュンビュン飛べるかな。ビュンビュン。ガイアお兄ちゃんは大盗賊で、栄誉騎士のお兄ちゃんは騎士、それと、パイモンちゃんは騎士の隣にいる妖精。そんな感じ。盗賊か。子供の頃はよく海賊ごっこをしてたもんだが、それが今では陸の盗賊になったか。迫力がありそうで悪くない。待って、騎士の枠は埋まっちゃったの？エイウルアお姉ちゃんは全てを切り開く魔剣士だよ。キラキラした素敵なマントを持ってるの。まあそれならいいわ。コレイお姉ちゃんはヒール治癒士かな。うん、治癒士だって大事なポジションだと思う。ただ私にできるのかなって思って。可愛いなこれ。私こっそり自分に当てはめた肩書きは冒険者とか音楽家だったから、治癒士に選ばれるなんてなんかティナリ師匠みたいかも。クレイを信じて。クレイお姉ちゃんはあんまりいっぱい喋らないけど、すっごく優しいんだよ。まるで物語に出てくる治癒士みたいに。君ならできるわ。少なくとも傷の手当ては得意だったでしょ。いや、一番得意なのはテント張りだって前にも言っただろ。でも全力で頑張るよ。今日は師匠の仕事を受け継ぐ最初の日だ。いいアイデアですね。もし新しい旅の人が入ってきたら、その人にも肩書きを与えましょう。それにそれぞれロールプレイングもしてもらって。イディアお姉ちゃんも。イディアお姉ちゃんは物語にはたくさんの人が出てくるけど、イディアお姉ちゃんみたいなキャラクターはいなかった。別に大丈夫ですよ。私はすでに管理人なわけですし。わかった。イディアお姉ちゃんは物語には出てこなかったマスコットだ。マスコット。クレイ、別のにした方がいいかもしれないぞ。マスコット、つまり何もせずに全てのことを他人に任せられるお気楽なキャラクターってことですか。やば、見透かされたかも。ちょろい。あっちは完全にサボれるかもって夢見てるな。マスコットは軍の士気を高められるとても重要な役ですよ、イディアさん。わかりました、引き受けます。はいはい、新しいお友達を連れてきてくれてありがとう。今はちょっと一人で遊んでてね。ありがとう、しずかちゃん。バイバイ。こいつのことをしずくちゃんって呼んでるんですか。確かにぴったりですね。さっきから話題がそれちまってるけど、イディアは確か何かに悩んでいた様子だったな。ベルーリア・ミラージュに何か問題でも起こったのか。あ、それはついこの間心境が破壊されてしまって、まるで天と地がひっくり返ったみたいな状況なんです。心境全体の運行を支えてたコアのパーツが一部なくなっちゃったせいで、周りのエリアにまで影響が及んじゃってて、今心境の多くのものは止まってしまってます。
この間友達の娘さんと遊ぶってそう約束したのに、結局今はこんなことになっちゃって。なんとまあ、リディアお姉ちゃんがママのお友達の砂漠のおばちゃんだったのね。おばちゃん、これ不思議な招待状を持ってるんだよ。ほらほら、これ見て。ええー、失礼。待って、あなたはすごく驚いているみたい。瞳孔が開ききっちゃって。それってダメだよな。ママがここに来るようにってクレイに言ったんだよ。ママは大魔女で、ママのお友達は砂漠に住んでるから、砂漠のおばちゃん。おばちゃんか。おばちゃんはちょっと失礼かも。魔女の子は魔女というわけですか。あ、リディアさん、あなたがアリスさんの心境のコアに隠れたい。そうだ、隠れよう。100年間隠れるんだ。何者なんだこいつ。リディアは完全に心をくじかれたみたいだ。まるで希望を失ったキノコみたいに。コレイってそういうツッコミキャラだったの？大丈夫、クレイが手伝うよ。みんなも手伝うから大丈夫。悩みなんてシュバババーって飛んでっちゃうよ。シュバババー。他のことはともかく、こいつは直すのが大の得意なんだぞ、うん、私はポンコツですけど、立派なみんながいてくれて本当に良かったです。リディアが主力みたいなもんかな。お前だって十分すごいぞ。励ましてくれてありがとう。とりあえずみんなは一旦おしゃべりでもしながら休んでてください。私にも考える時間をください。例えばどう任務を分けるかとか。奥本美香さんっていう人が声優らしい。舞台女優だな彼女。たアミレート所属って書いてるね。お前もサボることがあるんだな。まだまだアニメではそんなに出てないんだな。あと歌を結構歌っていたり、舞台がでも主役かな、主力かな。吹き替えもやったりしている。さあとりあえず会話しましょう。まず軍師のお姉ちゃん、栄誉騎士のお兄ちゃんから聞いたんだけど、渡つみ島ってところから来たんだよね。うん、渡つみ島ってどんなところ？名前に海が入ってるってことは、もしかしてお魚がたくさんいる？あ、軍師のお姉ちゃんの名前にも海って字が入ってるよね。海？あー、そうだ。もしかしてお姉ちゃんはお魚から人間になったの？あらあら、魔女さんをがっかりさせてしまいますね。でも私はただの普通の人間ですよ。渡つみ島の物語は、そうですね、景色を見ながら話しましょうか。でまずウゴちゃんと喋ったから、と二人はどこだ。クレー、
コレイはやっぱりまだちょっと緊張してるのか？俺たちのガイドなのに。うん、私はただ新しい役割に慣れようと思ってティナリ師匠の話し方をイメージトレーニングしてるんだ。他人を真似するなら口癖から始めるのが手っ取り早いらしいぜ、うん、そうか。じゃあ、うん、今すぐそのキノコを捨てて。それは食べられないやつだから。なるほどな。お前の師匠がどんなやつなのか一瞬で分かったぜ。なんだよそれ。ガイアさんの方こそ大盗賊だなんて全然いい人には聞こえないぞ。大盗賊の俺が敵のものを盗んだならこっち側にとってはいい人だろう。相対的だな。反論できない。すまんすまん。え、なに？5つ。これが最後だ。なかなか運がいいじゃないか。とりあえずお前って本当におとなしくしやがれ。熱々でしょ。こいつはどうだ。興味深い。持ってきます。最近この心境に来た人？結構前ですけど、教練院の妙論派だっていう金髪の建築デザイナーが来たかな。たくさんの建築を再設計してくれたんですよ。いつもブツブツ何かつぶやいてたけど仕事は早くて本当にいい人でした。それに私と同じで傷つきやすいタイプで。あ、今のは聞かなかったことに。そんなわけ。うん、私はメンタル強いので。その次に来たのがモンドの貴族と軍師の産後の宮ココミさんです。でもそのお二人をちゃんとおもてなしする前に心境には妙な変化が起こったんです。なるほど。そのモンド人が今どこにいるか知らない？
確か心境に変化が起こった後、彼は北の方のエリアに向かいましたよ。心境に問題が起こったのは残念でした。はあ、もし全てが元通りになったらすぐ彼を見つけられるかもしれないんですけど。まあでもそんなに心配しなくても大丈夫ですよ。ボート突っ立ってる心境の中は危険じゃありませんしね。イディア、オイラたちもう喋り尽くしたぞ。はい、それじゃあみんなのマスコットイディアがここに起こったことを説明します。簡単に言うと、心境にあるすべてのものの運行はみんなが見たコアホイールに頼ってるんです。でも心境に大きな振動があった後、コアホイールからいくつかのパーツが外れてしまって、確か4つだったかな。そのせいで今は運行が止まってるんです。へえ、あのでかいのってもともとは動けたんだね。ええ、今のような正気のない姿じゃなかったんですよ。まあもともとはですけど。はあ、うまくメンテナンスできなくて本当にごめんなさい。気にするなって。つまり上の大きな丸いやつを直すには全てのパーツを見つけないといけないわけだな。はい、パーツの一つはこの近くに落ちてるはずで位置も分かってます。でも他のエリアに落ちたものはみんなに探してもらうしかなくて。ふん、それじゃあこの管理人兼マスコットが冒険任務をそれぞれに託していきますよ。あの、無理して笑わなくてもいいんだからな。それじゃあ率直に言いますね。魔剣士のエウルアさんと治癒士のコレイさんは北のエリアを探索してきてくれませんか。分かったわ。ついでに人探しもできそうね。じゃあ私はエウルアをサポートするよ。今まではアンバーと一緒に行動することが多かっただろうけど、今回は私に任せてくれ。全力で頑張るから。ならよかったわ。人生の先輩のアンバーに負けちゃダメよ。そうか、大盗賊のガイアさんと魔女のクレイさんは番書を送り合わせの上西のエリアへ。番書？都合をつけて行ってきてくれってことさ。いいぜ、安心して俺たちに任せてくれ。それから最後に軍師のサンゴノミヤさんと騎士の旅人さんはよかったら私と行動しませんか。一緒に最初のパーツを取り戻しましょう。それじゃ何か手がかりを見つけたらここに戻ってきて集まるってことで、道中くれぐれも安全には気をつけて助け合ってくださいね。特に、魔女さん。クレ、ちゃんとガイアお兄ちゃんの面倒を見る。ガイアお兄ちゃんもいい子にしてるぜ。はい。よし、じゃあ解散しましょう。二人ともついてきてください。あの時確かホイールのすぐ後ろに転がってるのを見たはずなんですけど。初集めですね、これからは。見ていたのに取り戻さなかったのですか。その一つで心境全体を修復できるんだったらそりゃ喜んでやってましたよ。でも他の三つも探さないといけないと思うと歩く気力さえなくなってきちゃって。そりゃ辛い。なんだかその気持ちわかる気がするぞ。オイラたちも似たような経験いっぱいしてきたよな。もうちょっとかな。この上か。こっちから確か上がるんじゃなかったっけ。
あ、危な。お前って本当にせっかちだな。いけるか。なんだろう。密属性にチーム編成変えられない？変えられそうだ。バーバラにチェンジ。よし、頑張れ。1個だけ？ここだけじゃないのか。渡積島の仕事が一段落したんです。それでせっかくなので時間のある間に外出しようかと思い立ちまして。それでここに？ずいぶん遠いところまで来たな。ここはスイルだぞ。より遠くへ行けば視野を広げる何かが見つかるような気がしたのです。その他の理由については、またゆっくりお話しできる機会を見つけたときにでも。あれか、あ、この上に行けってことか。ん？なんかある。ダメだ。あ、ダメだ。風だ。あー、ダメっぽい。届かなかった。
どっちが正解なんだろう。どこへ向かえばいいんだ。え、どこなの？あれ、どこへ行けばいいんだ。
これなんかある中に入っていこう。ここはワープポイントだったんだ。敵がいる。これ。熱々でしょ。料理の時間だよ。こいつはどうだ。この瞬間、お前は永遠を手にする。なかなか運がいいじゃないか。え、次はどこだ？高所高いとこに行けってことか。ん？ここじゃない。ここほど高くはない。さっきの分岐点で間違ったかもしれない。はどこにあるんだろうって。あれれ、何にもないじゃんって。あのライトだろ、この前しずくちゃんが見せてくれたぜ。そうですか。それを紹介するのも私の役目だったんですけど、それも水系元霊に奪われちゃってたとは。イリアさん、落ち込まないでください。水系元霊は使い方を見せてくれることはできても、直接交流できるわけではありませんから。
生き生きとした完璧な解説をしてくれるのはあなただけです。ココミって人を言葉で動かすのが得意だよな。もしかしてこれも仕事のスキルの一つなのか。まあいいや。じゃあみんな、もう一度頭の中をまっさらにして私の紹介を聞いてください。これは終流映写塔といいまして、心境にあるものは全部これによって作り出されてるんです。ものを終流映写塔に入れれば、その形とイメージに対応するものを作り出すことができるはずだったんですけど、今は心境全体の運行が止まってて基本機能しか動いてないんです。そうなんだ。そこまで基本的なことしかってわけじゃないんですけど、ただ今は平面的なものしか映し出せなくて。さっきのあれか。先生図って呼んでます。まあ一種の青図とか設計図って思ってもらうといいです。つまり最初の部品はこの先生図の中に落ちてしまったということですか。その通り。中に入るのはあなたたちに任せますね。私は外から応援のダンスを踊ってますんで。応援のダンスとは。本当か。嘘です、ごめんなさい。実は運動音痴すぎてダンスすらうまく踊れないんです。どっかに座って待ってますから。いいっていいって、元気出せ。オイラたちに任せてくれ。まあ入りましょう。ああ。一旦外れて、まず幻灯で、押してみよう。で、入ります。おっと？あれ？その箱にパーツはないみたいですね。じゃあまた入りましょう。音楽は変わった。高級した歯車をゲット。あれはなんだ？歯車か？歯車ですね。なんだろう。老朽した老朽部。ちっちゃいな。あの大きな丸いやつらが出てきたものとは思えないけど。ちょっと説明しにくいんですけど、それは確かに。あ、なるほど。外れちゃったパーツの一つですよ。他にもまだ三つあります。千里の道も一歩からと言います。いい始まりさえあれば、うん、あとはうまくいくことでしょう。あ、本当に？そうですよね。だって音容量の卒業試合で高学級に勝つほどの伝説的な軍師が言うんですもんね。そのことにはもう触れないでください。何はともあれ、みんな
手伝ってくれてありがとうございます。とにかく試しにコアホイールを修復してみますので、お二人は町に戻ってください。はあ、私はトロすぎてあんまり役に立たないので、せめて修理のことだけは任せてくださいよ。瓶詰めの庭に戻らないといけない。ここか。いえ、ただ少し戸惑っているだけです。そういえばこの間しずくちゃんにライトの使い方を見せてもらったとおっしゃっていましたよね。もう少し詳しく説明してくれませんか？少し気になってしまって。もちろんいいぞ。なるほど。地震？あ、見てみろ、大きな丸いやつが回り出した。回転速度も変でしたね。事故が起こる前はもっと早く回っていました。あれが動くところ見たことがあったんだな。皆さんより一足早くついていたので。でも中に入ってすぐに事故が起こりました。天と地がひっくり返ったという言葉がぴったりでしたね。もう二度と体験したくありませんが。はあ、逆さ落とし。やっぱりダメか。ツムストンパイルドライバー。一つのパーツだけじゃやっぱり起動しませんね。動いた時は嬉しくって、もしかしたら他のパーツがなくてもコアホイールを動かせるんじゃないかって一瞬思ったんですけどね。うん。棚から費用持ちに期待してばかりではいけませんよ。棚から費用持ちか。着実に目標を達成していきましょう。英雄騎士のお兄ちゃん、軍師のお姉ちゃん、それにマスコットちゃんみんなもう帰ってきてたんだね。クレーたちが一番乗りかと思ったのに。よう、収穫はどうだった？こんなに頼もしい騎士はあのセピロス騎士団から探したってそうそう見つからないだろうな。大盗賊さんと魔女さん、そっちは何か見つかった？うん、すっごい大発見。なんだろう。クレイがガイアお兄ちゃんと行ってきた場所ではね、何かに目隠しされたみたいに何も見えなかった。それにそれ以上先に進めなかった。でもついさっき急に大きな谷が出てきて。そうなんだ。それでクレイたちはすぐに戻ってきたんだよ。ついさっき？英雄騎士のお兄ちゃん、一緒にあっちに行ってみようよ。クレーと谷の大冒険にレッツゴー。私はパスしますよ。運行回復は本当に大変で、すみませんけどもうちょっと休ませてください、うん、軍師のお姉ちゃん一緒に来て。クレイのお城でアイディアを出してくれるだけでいいよ。クレイがちゃんと守ってあげるから。それは心強いですね。魔女さんに知恵を捧げられるなんて光栄です。ひひひ、じゃあ出発。お、ここで まず
ルリリオ秘境瓶詰めの世界はクリアということでいいわけですね。ひとまず今回はここまでにしたいと思います。最初はですね、このノエルを突破したかったんですが、なんか広がったなエリアも。でもまだ広がりそう。こっち向かいってことか。こことここがあるんだけど、あとここもあるんだよな。なんかこういうふうに行くんかな。星5ではあるんですよね。うん、こっちに行こう。お、武器だ。断片。お、誰だ？かっこいいトーマだ。赤なんでトーマかぶるんですよね。何これ、3つか。つまり最低保証ですね。まあでもトーマを獲得できたのは嬉しいかもね。ということで、今回
った。ああ、わずか一つ足りない。ということで、次回もおそらくこの随ノエルじゃなくってこの冒険の続きをやるかと思いますので、ご期待ください。ちょっと間隔を短いにしないと最後までいけないかもしれないんで、ちょっと優先して 3.8 やっていきたいと思います。見ていただいてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、YouTube お願いいたします。アーカイブ2日後21時にアップする予定です。 YouTube 騎士団の仲間たちも今じゃ忙しくて手が回らない。ディスライブアーカイブアップ、Today Afterチャンネル、サブスクライブ&グッドボタン、ツイッチも、ぜひアカウントのフォロー、チャットコメント、引き続きはライブ視聴お願いします。ツイッチ、ライブウォッチ&アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ、ツイッターも、ツイッチのチャット欄に記載してます。ぜひアクセスの上アカウントのフォローお願いいたします。マイツイッターアカウントフォロープリーズということで、原神遊んでいきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。